最大10連休だったゴールデンウィークが終わり、今朝の神戸の駅前にも普段の風景が戻ってきました。神戸市の JR 三宮駅前では、今朝学校や仕事に向かう人たちの姿が目立ち、普段の風景が戻ってきました。4連休、いやもう家にいました。家と病院と、体の疲れは多少取れましたね。はい、2連休ですね。仕事ばっかです。お家でずっとネットフリックスとか見てました。はい。ちょうど先週の月曜日から1週間ぶりの学校って感じです。今までだらだらしすぎた分もあって、ちょっとまだ気分が乗らない感じかもしれない。これからテストもあると思うんで、やっていかないと頑張っていきたいです。10連休取らせていただいておりました。大勢では遊べなかったんですけれども、ちょっと人手を避けて公園巡りをしたり近場で、はい、過ごしました。仕事溜まってるかと思うので気合を入れ直して頑張ろうと思っております。最大10連休となった今年のゴールデンウィーク、3年ぶりに行動制限もなく連休を満喫した人も多かったようです。